飯塚幸三氏もそうだが、私は神だ。神であればそんなミスはしない。道理それは？そこにはない。神を語る不届き者、それは罪人として処罰される。それは定型でも。独裁創作にこだわるから、だろうか。その結論では、その作品の紙から現実の紙へと。それは現実じゃない、のだが、自身の価値観では最良の、これこそ理想、がでも、現実の物理にはもちろん否定される道理はあって。現実の結果を前に折れないもの。それは現実じゃない。その理解は、何かの正義、正論、それを背に何らかの道理と共にはある。人間は、平等である。その人物にできることは他の人にも問題なくできる。現実にはそんなことはないが、何かの絵。昭和天皇が語った理想、そこに何かのバグはあるわけだが。夢のある嘘。夢のない現実、でも後者の奈落。